フランシス・リチャード・ディック・スコビーは、アメリカ合衆国の宇宙飛行士である。STS-51L のミッションで、スペースシャトル・チャレンジャーの事故に巻き込まれて死亡した。ワシントン州クレールムで、フランシス・ウィリアム・スコビーとエドリン・スコビーの息子として、生まれた。オーバーンで高校まで過ごし、1957年に、卒業した。年に、アメリカ空軍に入隊し、 テキサス州のラックランド空軍基地でレシプロエンジンの整備士として働いた。勤務時間外はサンアントニオ大学に通い、1965年にアリゾナ大学で航空工学の学士号を取得し、同年に士官になった。1966年には飛行学校で資格を取り、ベトナム戦争では戦闘機乗りとして活躍した。アメリカ空軍士君十字章。 航空賞等多くの勲章を受賞した。兵役が終わると、スコビーは、エドワーズ空軍基地のパイロット養成学校に通った。1972年に卒業すると、空軍のテストパイロットになり、ボーイング747や X-24、K-111、C-5 等を含む10以上の航空機に、数千時間も乗った。1978年1月に、 アメリカ航空宇宙局から宇宙飛行士として選考され、1979年8月に訓練を終えた。最初の登場を待つ間、シャトル輸送機のパイロットの教官を務めたりした。1984年4月、スコビーはチャレンジャーの STS-41C のパイロットに選ばれ、一つの衛星の放出と修理に成功した。スコビーは STS-51、 L ミッションの基調に選ばれた。このミッションでは近づきつつある、ハレー彗星を観測するための衛星を投入し、ティーチャーインスペースプロジェクトの開設が計画されており、悪天候や技術的な不具合のため何度も延期されていた。ミッションが開始され機体が打ち上げパッドから離れると、オーリングの密閉が不具合を起こし、73秒後にチャレンジャー合爆発事故が起こった。 この事故でスコビーら7名の宇宙飛行士が亡くなり、その様子は全米で中継された。国中が数日間もに服し、NASA では大規模な組織改革が行われた。死亡時、スコビーは中佐だった。スコビーの最後の言葉は、更新担当のリチャード・コベイに電話で話した、ロジャー、ゴー・アット・スロットル・アップという返事だった。スコビーは、バージニア・ジェーン・ケントと結婚し、 二人の子供、キャシー・フル・ハムとリチャード・スコビーがいる。スコビーは、妻と子供たちを残し、アーリントン国立墓地に葬られている。ジェーン・スコビーは1989年に再婚した。スコビーの息子は、アメリカ空軍で、海 -16 に乗っている。2004年、スコビーは、宇宙名誉勲章を追贈され、宇宙飛行士の伝道に選ばれた。 パープルハート症も死後に追贈されている。チャレンジャーの事故の後、北オーバーン小学校はディックスコビー小学校、オーバーアン空港はディックスコビー空港と改名されている。サウスカロライナ州マートルビーチのディックスコビー通りも彼の名誉を称えて名付けられた。同じマートルビーチのすぐ近くにはロナルド・マクネイア大通りやクリスタ・マコーリフ通り等もある。 1990年のテレビ映画チャレンジャーではスコビーの役をバリー・ボストウィックが演じている。アイマックスによる1985年のドキュメンタリー映画ザ・ドリーム・イス・アライブでもその姿が描かれている。ありがとうございます。